霞バカです。ポケトケ界隈でとんでもない化け物が生まれてしまいました。皆さんはこのトレーナーズカードを絶対に引かなければいけません。このカードは最強の遺伝子ピカチュウで販売されているチートカードです。霞なんですけど、自分の水ポケモンを1匹選ぶ、裏が出るまでコインを投げ、表の数分の水エネルギーを自分のエネルギーゾーンから出し、そのポケモンにつける、大バカ野郎です。最強の遺伝子とは霞そのものということでしょうか。それってあなたの感想ですよね。見た目は可愛いのにやっていることは鬼畜です。表の数だけエネルギーがつけられます。オイラはこのカードのテキストを見た瞬間、トケトケのアインストーンを決意しました。普通先行はエネルギーをつけられないんですけど、霞を使って表を出すだけで先行ワンキルができちゃいます。よくあるのがフリーザの吹雪で相手の下級ポケモンを粉砕して詰ませるパターンです。トケトケって相手のベンチにポケモンがいないと敗北扱いになります。先行1ターン目にエネブリはできないのに技は打てる意味が分かりません。大事なことなのでもう一度言います。先行1ターン目にエネブリはできないのに技は打てる意味が分かりません。脳みそが震えながらピクピクしました。対戦ゲームでコイントスの恩恵で先行ワンキルされた人の気持ちって分かりますか。対戦を開始して10秒で負けが確定するカードゲームは初めて見ました。またフリーザとカスミのコンビを振りかすと呼びます。実際の対人戦では表が出たら試合続行で、裏が出たら即降参するみたいです。バカです。カスミを外した瞬間即抜けが多いらしいです。じゃんけんですか。オイラがカスミを使うと裏しか出ないのに、対戦相手の方がカスミを使うと表が連続で出るのはなぜですか。イカ様遠隔操作のじゃれ合いは遠慮していただきたいです。シンプルに思わないです。きっと同じ体験をした人もいるんじゃないですか。ゴルフボールを靴下の中に入れて背中を殴られている感覚です。頭に血が上りすぎたので机を大パンで破壊し、怪力の心霊が憑依しました。おでんの半分に謝ってください。霞と併用されるカードにスターミー X というカードがあって、こいつもバカです。まず逃げるがゼロエネルギーなので頭おかしいくらい強いです。弱らせてもすぐに逃げます。なんだろう、やりたい放題やっておいて最終的に逃げるのは、人の心ないんですか。すみません、人じゃなくてインチキ人手でした。さらに恐ろしいのが、にエネルギーで使うことができるハイドロスプラッシュ、ダメージが90です。本当にバカです。オイラはこのカードのテキストを挑みしました。トケトケのカードって1エネルギーで30ダメージが出るなんですよ。バカです。今後は海水浴で人手を発見したら警察に通報しようと思います。またコタックの頭痛という技が小賢しいです。次の相手の番、相手は手札からサポートを出して使えない。霞対策でよく見かけます。10ダメージという貧弱なダメージなので、普通にボコボコに殴り殺してゲームエンドです。とっとと消えてください。同じトレーナーズカードにたけしというカードがあるんですが、自分のエネルギーゾーンから戦いエネルギーを1個出し、ゴローニャまたは今あくにつける。霞見た後にたけしの効果を見たら待遇の違いに笑っちゃいました。開発は調整段階で気づかなかったんですかね。居酒屋でカードを作るのはやめてください。 X では霞を制限カード1枚ですねにしてくれという意見もあります。せっかくトップレアイラスト違いを当てたユーザーがブチ切り案件なのでありえないと思います。ポケトケは他のカードゲームにあるような制限改定や能力調整はないと思っています。長くなりましたが、これだけは覚えて帰ってください。霞バカです。最後に一つだけ言わせてください。対戦が終わるとありがとうを送れるんですが、まだ一回もありがとうをもらえてないです。はい、
あまりにも悲しかったので、5日間徹夜でかすみの遺伝子について考えました。